はい、ご覧の皆様こんにちは、ホッセルと申します。プレイステーションディノクライシス続きからやっていきますね。あ、いけねえんだけど、なんなのこれせっかく解いたのに。つうかね、最後4回成功しないといけないんだけど、4回目10キャだとかなんだわ。今成功させて隠し通路みたいなのが開いたんだけど通れないっていうね。まあ、携帯のメモ機能に入れながら解いたわ。無理だったから。10桁なんて覚えられるわけないじゃん、そんなの。もう頭柔らかくないんだからさ。で、解いたら解いたでいけないってどういうこと？ニッチもサッチもいかないんだけど。ここは？あ、ここも設計ディスクか。設計ディスクありきだな。どこにあるんだよ、設計ディスク。全く見当たる気配がないんだけど。昔初見でプレイした時さ、暗記系の謎解きって素で解けてたかな。記憶にないな。けど何かにメモしてやってたっていう記憶もないから、その記憶自体が失われてる可能性大なんだけど、もしかしたら当時は素で解けてたのかもしれないね。年食ったのを実感してるんだけど。元々の目的地だったここに設計ディスクがあるに違いない。それしかありえない。行けるところがもう本当に限定されてるから、ここになかったらむしろ罪レベルなんだけど。この中のアイテム取るには設計ディスクがいるんでしょ？この設計ディスクを使って開けるこの中に入ってるのが設計ディスクなんじゃねえの、ひょっとして。やばっ。どこもかしこも調べられないな。仕上がった支度パーツのところに設計ディスクってないの？どうしようかな。詰まったねこれ。攻略サイト見てもいいレベルなんだけど。前回から今回にかけてどれだけ迷ってると思ってんの。前回も2、30分の動画を1時間以上かけて撮ってたからね。で、今回も全く見当たらない。どうしたものか。すべては設計ディスク。持ってるじゃねえか。なんなの。持ってるならさ、インベントリー開かなくても使わせてくださいよ。親切さにかけるわ。全部ゲームのせいにしてるっていうね。開いたー。保護パーツ 2-B、 イニシャライザーを構成するパーツの一つ。いちいちこのインベントリー開かないといけないの？じゃあどんどん設計ディスクを使わないといけない部屋を回っていこう。
次ここね。で、は？んー、これわからんわ。で、こっちは？マジで？これが何らかの鍵を握ってる可能性が高いな。コアパーツを入手する際のナンバーを2つに分割して、それぞれの頭に0をつけると、他の2つの保護パーツ入手時のパスナンバーとなる。コアパーツか。コアパーツを調べればいいってことかな。これは保護パーツでしょ？確か、コアパーツと保護パーツ A、B から構成されているらしいから、そのうちのコアパーツっていうものを探し出す必要があるってことで、そこに何らかの番号が記載されていて、で、0をつけたものがパスワードになるのかな。じゃあ次はこっちの設計ディスクを使うところに行ってみよう。ここだっけ？なにこれ？は？やば！マジで？こういうの苦手なんだわ。なんか音流れてたよね。もう一回これ聞かないといけないの？やっと開いたぜ。何分かかったと思ってんだ。で、何か出てきたね、アイテムが。ここはコアパーツ1。で、コアパーツ2。あ、そしてここの番号が向こうのパスワードになってんのか。367204。これを覚えとかないといけないね。じゃあ次行きますよ。これさ、途中でさ、リックの主張からゲイルの主張に変えることってできないのかな？これ解けない人は解けないと思うんだけど。
ランダム性あったりとかするのかな、この数字にも。で、あとはこっちでしょ。あ、いた。2個のパーツが出てきた。これって全部かな？保護パーツ。ちょっと待てよ。保護パーツ、合計4つ。ちょっとこれ、反応がおかしい、十字キーの。左入れたつもりが上入る。保護パーツの1、2。で、保護パーツ B の1、2、コアパーツでしょ。これで全部揃ったね。組み合わせとかしないといけないのかな？しないでいいみたいだね。子供を使いに行けんのか？わ、やっと手に入ったな。一番時間かかったのが、もともと持ってた設計ディスクをどこにあるんだよって探し回ってた件かな。終わってんな。プレイ時間がすごいことになってそうなんだけど。まあ、時代も時代だから、若干親切さに欠けてる部分もあるし、仕方ないところではあるんだけどね。現代のゲームに慣れすぎだわ。プレイしてて思ったのが。今のゲームは次に向かう場所のヒントがかなり多めに与えられるからね。マップ上が激しく点滅したりとか、アイテムの位置がマップに表示されたりとかね。で、ここに何セットするんだっけ？スタビライザーだっけ？あ、ちょっと待て。これ組み立てないといけないんだったわ。もう一回戻るわ。しっけしっけ。はい、ではこちらですね。ここでいいんだよね、多分。直接使えばいいのかな。え？ああ、俺がなんかしないといけないみたいだね。なんなんだよこれ。クソゲーじゃねえか。あ、感性働いてるな。結構難しい。できたできた。研究員たちは日々こんなクソゲーをやっているのか。これ一番最初からまたやらないといけないの？うわ、めんどくさ！これやらせる意味よ。さっき失敗したのは角度的にあんまりよろしくなかったな。こういうのやめて！おかしいだろこれ。一周近く回さないといけないのは絶対ふざけてるわ。
どれだけ手間取らせんのよ。あの回して作る意味。どこでどう回ってたのよこれ。とりあえず手に入ったな。あとさ、これ真面目に研究やってんの？ここの人たち。絶対おかしいだろ。テーマパークか何かなんじゃねえのか。ああ、手間取ったわ。はい、じゃあ戻っていきますよ。まさか戦闘以外にも、こんなに苦労する要素があったとは。これあんまり記憶にねえんだよな、だけど。本当に。昔は最後ゲイルの主張を選んでたか？俺。なんかよく覚えてない。この辺。ともあれ、お使いを済ませて戻ってきましたと。では、イニシャライザーとスタビライザーをセットして、マスインを動かしましょうか。で、ここがスタビライザーね。で、これで動かせばいいのかな。イニシャライザーも入れてからじゃないとダメなのか。じゃあイニシャライザーもセットしに行くぜ。エレベーターで下の部分へ降りてセットするっていうことですね。こっち側からのコンピューターでも動かせんのかな。全コンピューター操作しないといけないのかな、セットした後に。調べられるところたくさんあるんだよね。で、こっち側にイニシャライザーか。これでコンピューターを操作すればいいの？ああ、起動した起動した。で、順番に操作していけばいいのかな。でも動かさないと、動かすっていうか操作しないといけないのかな。あ、動いたね。うん、わけのわかんないマシンがどんどん作動していく。
何これプレスキー。ゲールのとこに向かわないといけないのか。一応行ってみよう。タイムカウントとかそういうのされてないから行った方がいいよね。助けないと。一応仲間だから。え？君邪魔をするんじゃない。さらばだ。私によるだ。追いかけてくるかな。飽きてる。眠らせるか。この隙に行っちゃおう。すげえ。大丈夫か。この部屋じゃなかったわ。もう一個隣だったわ。こっちか。パルスレシーバーを取りました。科学博士に取り付けられている使用すると博士の居場所が分かると。ゲール死亡か。どこかで選択肢誤ったね。あ、連れてきてる。ゲールを見捨ててきたらダメだったってことかな。Gale, what happened to him? I don't know, but Kirk's gone. I'm gonna kill him! お、歪みが治った。 This is it. All that's left is our escape.Let's go. Wait, what about Kirk? What about it? It's a miracle we're still alive at this point. Forget about it. Don't forget the mission. You're not here to babysit. Sorry, but I have a conscience. I'm taking you back now. No, you took it going. I'm going after Kirk.Situation. The third energy can't be controlled anymore. Staying here any longer is suicide. I know. If I'm not back in 30 minutes, you two make your escape without me.
いやー、だけどここは本来の任務を優先するのがベストエンディングのような気がするな。ここはゲイルで行くぜ。おっと失礼失礼。ああはいはい、こちらへ向かえってことね。というわけで今回はこの辺で終了にして、目的地へ向かうのは次回へしよう。ではご視聴ありがとうございました。それではさようなら。